明神大社、竜田大社。竜田大社、社号表になります。両部鳥居です。竜田大社、外観になります。竜田大社は式内社で、最高の格式である明神大社になります。竜田大社様の創建は古く、第10代天皇崇神天皇の時代、紀元前80年頃と言われています。お邪魔いたします。竜田大社様は全国でも珍しい風の神様を祀る神社になります。いろいろと昔話もあり、西暦1281年にチンギス・ハンが日本に攻めてきた時に、竜田大社の神様が風を吹かせて追い返したと言われる神様になります。手水舎横に石があります。手水舎です。手水舎とは別に精神の手水があります。竜田大社創建のお話。第10代崇神天皇時代のお話になります。紀元前80年頃、何年も天候が悪く、お米野菜が少ししか取れなかったことで、人々は食べるものも少なく、体が弱り、病気も流行っていたことで、多くの人が異世界へ旅立たれていました。崇神天皇はどうしたらよいのか、毎日頭を抱えていました。ある日の夜、天皇の夢に神様が現れ、私を朝日の日向かうところ、夕日の日が暮れるところの竜田の立野の斧に祀ってほしい、神様よりお願いされました。天皇は当時の都より西にあたるこの地に神社を建てて神様をお祭りしました。するとたちまち豊作になり、病気も治まりました。狛犬様です。参拝経路は狛犬様の手前を左に曲がります。拝殿になります。しめ縄が変わっています。広い境内です。主祭神、雨の御柱の狼、国の御柱の狼、拙者、
龍田彦の命、龍田姫の命、ご神徳として風難排除、五穀豊穣、木の守り神になります。参拝します。皆様もよろしければ一緒にどうぞ。末社、上座、天照大御神、中座、平岡大御神、下座、高持王。本殿になります。案内板があります。白龍神社、お邪魔いたします。西暦1800年代後半に龍田大社御神域に現れた白蛇様で、白蛇様は一夜で姿を消されましたが、明治41年春に突然北葛城郡の濁池に白龍として現れられたので、この地にお迎えしてお祭りされたそうです。お水を好まれる白龍様だそうで、水をかけてあげるそうです。ご神徳として縁結び、城南災難よけの神様になります。参拝します。皆様もよろしければ一緒にどうぞ。お邪魔いたしました。龍田恵比寿神社、西宮恵比寿神社よりご分霊を勧請されたそうです。お邪魔いたします。お邪魔いたしました。三室稲荷神社、
お邪魔いたします。お邪魔いたしました。ベンチもあり、休憩できる場所もあります。下照神社。奏霊社になります。手水社横奥にトイレありますよ。当たる。お邪魔いたしました。夢カフェ様にお邪魔しました。夢カフェ様は2階にある。袋工房のショールームも兼ねている。カフェになります。店内はこんな感じです。緑色が綺麗です。ストーブありますよ。メニューになります。スープもついているみたいです。ケーキはどれでも500円ですね。いちごミルクが気になります。モンブランパフェにしました。さつまいもがゴロゴロ入っています。おいしくいただきました。ごちそうさまでした。本日は最後までご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。よろしければ高評価、チャンネル登録をお願いいたします。